寂しいのは今までの奴らとは強さが桁違いなの。おじ、バトルが始まるわ。気をつけてね。邪悪竜の頂点に君臨する邪悪竜イーシンロンが悟空たちの目の前に姿を現した。スーパーイーシンロンの圧倒的な強さの前になすすべがない悟空とベジータだったが、起死回生の秘策に勝負をかけるのだった。待たせたな、カカロット。いけるぜ、ベジータ。ザコが何匹増えようと、ザコはザコだ。本当の戦いはこれからだ。うわっ、見せるやつかだ。まるで地球が見えて、丸ごと震えてるみたい。どうしたんだ？本当の戦いを見せてくれるのではないのかな？ベジータ、オラに代われ！カカロットよ、貴様も分かっているはずだ。このままじゃ勝てる見込みがちっともないってことだ。やるっきゃねえ。フュージョンするぞ、カカロット。おい、お父さんとベジータさんがフュージョンしちゃうんだ。ねえねえ、グランクス、フュージョンって何？フュージョン、そう、その手があったな。そんなもんじゃないだろう。ソン君とベジータがくっついちゃったんだもん。Yeah!
ってんじゃねえよ、このロマ。悟空たち、もはやスーパー維新論を倒す方法は一つしかない。悟空は最後の力を振り絞り、特大の元気玉に地球の命運を託すのだった。貴様生きていたのか。まだまだ死ねねえ。俺を倒すまではな。こいつはな、地球人のみんなの命令だ。めちゃくちゃにぶっ壊された地球の策略だ。そんなはずはない。お前は確かに死んだはずだ。分かってるな。やっぱりとどめはわしが教えた元気玉じゃろう。これっぽっちじゃダメなんだ。え？これっぽっちじゃとてもやつを倒せねえんだけど、地球の分はもう全部もらっちまった。だから今度は宇宙中から元気集めんだ。宇宙中の元気じゃと？すごいこと考えるな。
待て、やめろ。次はドラゴンボールの始まりの物語。